続いて受験対策ですね。簡単にご紹介させていただきます。まず、えっと a 方式 igim コースの。 A 方式と IB コースの小論文ですね、のご紹介させていただきます。こちら、A 方式の小論文、IB 方式の小論文、どちらもサンプル問題が、あの、立命館宇治高校のホームページに掲載中ですので、ぜひそちらご確認いただくと、詳しい問題の雰囲気がつかめるかと思います。まず、えっと、IGIM コースの推薦単元入試ですね。こちら、115分の試験となっておりまして、A 方式、日本語また英語での選択を事前に 選択してていいただいてあの試験を受ける形となりますこちら小論文とあるのですがあの一部そうですねあの5問ほど読解問題でしたり単語問題でしたりこういったことを踏まえてあなたはどう思いますかっていうのが短いものがいくつかあった上での小論文の問題が出題されますなので小論文をただエッセイを書くだけではないというところでちょっと時間配分が長めですね115分という長めの時間配分と必要とされている文字数もかなりどちらも多いので読解文をまあ短めの時間でこなしていって 30分40分ぐらいでそちらをこなしてであとはずっと書論文に時間を使うという形になるかと思います。でそうですね日本語も英語もどちらを選択されても構わないのですが実力と問題の内容としては英検2級から準1級もしかしたら単語によっては単語問題の単語によってはそれも少しあの高い単語力が求められる場合がございますのであのかなり英語力がついていらっしゃっている方は英語を選択される方もいらっしゃるのですが日本語は 日本語選択をされて合格される方も多くいらっしゃるようです。今年はちなみにほとんどの生徒さんが日本語で受験されて日本語で合格されたんでしたっけ？中学ですね。はい。<何>あの中学の方は、うん、あの中学の方はいわゆるその I.P 方式って言われる I.B 方式の前段階のコース。 とそれ以外のコースっていうふうに分かれてるんですけど、まあ、それ以外のコースの方に関しては基本的にもう日本のカリキュラムでしっかりお勉強したい子たちが集まる。IP コースの方には,もう要は英語力が非常に高い生徒さんたちが集まってくるというところで IP コースの方はもう英語だけなんですけども、それ以外のところは実は試験自体は日本語、英語を選択できる形式にはそちらもなってはいるものの、もう大半の生徒さんが日本語、大半というかもうほとんどの生徒さんが日本語、で英語で書いた生徒さんは不合格になってしまったという。 ことだったので、まあ、この IG の IM 受験される際はやはり入学してからの、えー、日本語のでの学ぶ力というところもしっかりと示していく必要があるのでできればまあ日本語で努力される方がいいんじゃないかなとは思いますありがとうございます,、はいそうですね。なのでこちらもどちらの方が絶対受かりやすいというのはないのでご自身に合ったの方式でしっかりと高いレベルをつけられる方式あの高いレベルの,あの実力が証明できる方式,を選あの方式というか言語を選んでいただくといいかと思います。 で、IB コースの方がですね、こちらは、えっと、書論文が70分で、英語のみとなっておりまして、えっと、文字の、ま目安が550ワードから800ワード程度ですね、となっております。で、IB 方式の方も、こちらサンプル問題に載っているんですが、まあ、簡単にご説明いたしますと、えっと、文書がございまして、その背景知識ですね、こういった背景をもとに、この文書がございます。で、それに対して、えっと、3つ、 問題がございまして、その3つの内容が、まあ、まあ、筆者のポイントをまとめなさい、ということだったり、これというのはどういうことですかというのと、それについてこういう意見が出ていますかそれが、それについてあなたと思いますかという内容ですね。その3つの質問を1つにまとめた文章を書いて、で、意見をまとめ、その文章から必要な情報を持ってきて、その意見をまとめて、で、それに対して、すいません、こちら、書いたつもりが消えてしまっていたんですが、えっと、タイトルをつけなければいけません。自分が書いた内容に対してタイトルですね。 なので、ちょっと大学でやるような、大学で論文を提出するような形ですね。いくつかの文章があって、それをアナライズして、で、それを元に、あの、重要なポイントを取り出して、で、これは私がどこどこっていうポイントについてまとめた論文ですよっていうのにタイトルをつけて提出するような形となります。こちらそうですね。もし現地校だったり、インターナショナルスクールだったりも、IB のもう少し前の MIP でお勉強されていたら、もしかしたらこういった勉強方法も慣れていらっしゃるかと思うんですが、今まで特にそういったことはなくて、英語でエッセイを書くのは、今まで英検だけだったり、TOEFL、TOEIC の対策とかをしている中でちょっと書く程度だったりという場合であれば、こちらは別に時間をとって、しっかりと過去問であったり、似たような形式でお勉強して対策をされるのが一番かと思います。